隊片倉小十郎影綱さんが大きな旗を振りますので、ぜひそちらもご注目ください。それではスタートのお時間です。岡田さんお願いします。はい、ゼッケン1番 MGTD モッド福島県からお越しのドライバー小島慎吾さん、コドライバーは小島俊介さんです。いってらっしゃい。この車のもともと英国車なんですけど、はい、トイモのフロッツィアモッドっていうところがね、イタリア風のボディを乗せました。はい、タイム 13.26 でした。すごい。もう最初からこうするのドライバー林武さん、コドライバー山崎孝則さんです。このベントレーっていうのはね、まあ、今でもそのメーカーの名前ついてるんですけども、この時代にルマンでね、確か4勝、5勝あげたのかな、そういうね歴史のヒストリーによって名前が今でも残っております。続きましてまたベントレーですね。はい、全県3番ベントレー3.5リッター、宮城県からお越し中島照夫さん、そしてコドライバー須藤陽一さんです。タイム 12.3 秒でした。いってらっしゃい。続いて全県5番ラゴンダ B12 千葉県からお越しのドライバー伊沢博さん、コドライバー伊沢明子さんです。ゼッケン2番の、ベントレーを設計したね W ベントレー、その人が設計してくれます。 12.98 0.02秒の差でした。お揃いのね、そこでいいですね。そしてゼッケン6番 BMW326 愛知県からお越しのドライバー加藤博明さん、コドライバー加藤由美子さん、戦前のごく初期の頃のね、BMW です。はい、手を振って出発していきました。もうそれぞれの車の違い見てるだけで楽しいですね。続いてはゼッケン7番 BMW600 宮城県からお越しのドライバー遠藤俊幸さん、コドライバー菊池正和さんです。先ほどがね戦前の、BMW だったんですけど、これは戦後も入る間もない頃の BMW。106ミッテミリア福島県からお越しのドライバー中村和義さん、コドライバー伊藤良三さんです。はい、アルピーヌ、ルノーベースにね、ラディーカーレーシングカーを作ってきました。これはそのアルピーヌ極初期の車です。イタリアのミニミアっていうレースで活躍しました。全県9番フィアットミレチェントフルア神奈川県からお越しのドライバー武井康さん、コドライバー武井雅子さんです。フィアットの1100ミレテントをベースに、トイノのカルテリアフルアが美しいボディを乗せた車です。全県10番フィアットトポリーノザガートパノラミカ神奈川県からお越しのドライバー北島康明さん、コドライバー野村博美さんです。これもねフィアットベースにカロッツェリアザガートがね、ボディを乗せました。ゼッケン11番フェラーリ D-246GT 千葉県からお越しのドライバー早坂博光さん、コドライバー早坂大志郎さんです。ディーノっていうのはねフェラーリの創始者、エンツォ・フェラーリの、息子さんの名前から取りました。ちょっと待って
12番アルファロメオジュリエッタ SZ、 千葉県からお越しのドライバー敷場隆志さん、コドライバー白石真樹さんです。こちらもね、アルファロメオベースにカロツェリアタガートが、レース用のボディを乗せています。14番アルファロメオジュリエッタ SZ2、 東京都からお越しのドライバー服部博臣さん、コドライバー服部真知美さんです。こちらはゼッケン、12番のね SZ を、風力にさらに改良してルマンで活躍したモデルです。15番アルファロメオジュリエッタスパイダー、